花柄のとても可愛いウールの着物、サイドウェイカラーワンピースにリメイクしますね。型紙の切り方を説明しますね。こことここを山折りします。次にこことここを山折りします。そしたらここをカットします。広げます。最後にここをカットします。このような形になります。今回はこのように並べて縫い合わせます。後ろ身ごろの線縫いはほどかなくてもいいですよ。それからお袖を半分に切って両脇に縫い合わせます。もう一枚のお袖は襟に使います。こんな風に型紙を置きます。背縫いの部分をアイロンで割ります。肩と脇下を縫い合わせてロックミシンをかけます。縫い合わせたところをアイロンで割ります。袖ぐりの見返しをつけていきます。前端1センチをアイロンで押さえます。中心線1に中心線2を合わせて折ります。裾端から25センチ上までミシンをかけます。右側も同じようにします。切り揃えます。裾は中心線を谷折りにして出来上がり線をミシン掛けします。
切り取ります。縫い代1センチ折り込んで、こことここをミシン掛けして、この部分は手縫いでまつります。ボタンホールを作ります。襟の両端の縫い代1センチをミシン掛けします。襟をつけていきます。右側からつけていきます。おばあちゃんはこことここにスプリングホックをつけました。